大阪市福島区にある野田新橋筋商店街。その一角にある少年院出院者、刑務所出所者の更生支援施設、良心塾。誰一人取り残さない社会。まあ、良心塾は少年院とか刑務所とか出られた方の自立の支援をする中間的な更生支援施設ですね。幼少期に受放期とか家庭崩壊の中で自尊心とか自らの可能性を潰された子どもたちが生きる力がこう薄いっていうか、自分が何していいのかわからんかったりとか、そもそも何のために生きてるんやみたいな感じ。まあ、僕らの時代にいてた不良とはまあ本当にまあ対照的な子どもたちが来たことにまあすごい衝撃を受けて、今の日本ってこんなに虐待増えてたりとか、こんなになんか未来に対して希望を持ってない子どもたちがこんなにたくさんいてるんやっていう現実を知って、まあ正直ショックやったのとまあ戸惑いありました。良心塾は3つの支援で少年出院者の自立の支援をしてまして、まあ、1つ目は就労ですね。ここで働く力を育みながらで、教育ですね。こちらの方はどっちかというと社会教育ですね。で、そういう社会教育をさせていただいて、で、あとは住居のこの支援、この住居の支援も部屋を提供するっていうよりかは、まあ、環境を変える、今までとは違う世界を体験してもらうっていうところで支援をさせてもらって、この3つの支援で元少年出院者であったりとか元刑務所出所者の支援もさせてもらってます。良心塾では就労支援の一環として農業、さらに新事業として飲食店の開業準備を行っております。愛と調和のカキフライ専門店ユニは目指しているところはみんなで子育てできる社会、ね、幼少期に虐待を受けた子とかこう行き場のなかった子どもたちと今まで何十人もとこう触れ合う中で、虐待してる側にもやっぱりいろいろ生きにくい社会だっていうことに気づいたので、もっとこうみんなで協力し合いながら支え合いながら子育てできたりとかこうやっていけたら、いわゆる負の連鎖を愛の連鎖に変えていけるんじゃないかなと思ってるんで。現在クラウドファウンディングキャンプファイヤーにてプロジェクトを立ち上げ支援者を募集しております。人生の駆け込み寺となる日本一おせっかいな立ち飲み屋を目指しております。もっとみんなたくさんいろんな方に良心塾とか、まあ、そういう活動をしている人たちに関わってもらって、そこをですね、まあ、僕たちだけでもできるところで限界あるので、まあ、仲間を募ってね一緒にやっていけたらいいなと思ってます。みんなで一緒に未来の子どもたちが、まあ今の子どもたちもそうですけど、この国に生まれてきてよかったと、お父さんお母さんの元に生まれてきてよかったという社会をみんなで一緒に作りましょう。